初演の写真。シュカフェルのモーツァルト、シャリアビンのサリエリ、モーツァルトとサリエリ作品48は、ニコライ・リムスキー・コルサコフが1897年に作曲し、翌年上演されたロシア語の短編オペラ、アレクサンドル・プーシキンが1830年に書いた、消費劇中の同名の儀曲に基づく。劇的場面集と題され、一幕二話からなる。演奏時間は、 約40分。1898年11月6日に、モスクワのソロドブニコフ劇場で、サーバ・マモントフの施設歌劇団によって初演された。ワシーリー・シュカフェルが、モーツァルト、ヒョードル・シャリアピンがサリエリを演じ、ジュゼッペ・トルフフィが指揮した。歌詞は、プーシキンの原作をほぼそのまま使用している。登場人物は、サリエリとモーツァルトのみであり、大部分は、 サリエリの独白によって進行する。リムスキー・コルサコフはこの曲の形式を、アリウォーゾイコールレチタティーボ形式と呼び、旋律はテクストから連想される。この手法は、アレクサンドル・ダルゴムイスキーに影響されたもので、リムスキー・コルサコフは本作をダルゴムイスキーの思い出に検定し、ダルゴムイスキー、石の客から引用を行っている。通常のリムスキー・コルサコフのオペラと異なり、 18世紀の音楽を意識した小規模な楽器編成と音楽を使用している。モーツァルトのオペラ、ドンジョバンニのツェルディーナのアリア、ブッテヨ、マゼットとレクイエムのイントロイットス、サリエリのオペラ、タラールからの引用も見られ、特にレクイエムの演奏は作品のクライマックスをなす。なお、第1話でモーツァルトが演奏する曲は、 リィムスキー・コルサコフがモーツァルトを模倣して書いた創作である。トロンボーンとティンパには省略可能。コーラングでは第2話のモーツァルト、レクイエムの引用で使われる。この部分ではまた舞台裏で混成4部合唱が歌う。他に盲目のバイオリンビッキが登場する。サリエルは芸術を愛し、努力を重ねて音楽家としての名声を得たが、 今やモーツァルトに与えられた天才に嫉妬を感じることを独白する。モーツァルトがやってきて、天真爛漫にサリエリに自分の音楽を聴かせる。サリエリは、モーツァルトの天才を賛美し、食事の約束をする。モーツァルトが去った後、サリエリは、モーツァルトの独殺を決意する。飲みや禁止で食事をするモーツァルトとサリエリ。浮かぬ顔のモーツァルトは、 レクイエムの作曲を依頼しに来た黒い服の見知らぬ男のことが頭から離れないと話す。サリエリはモーツァルトの酒好きに毒を入れる。モーツァルトはピアノでレクイエムを弾き、サリエリは涙を流す。モーツァルトは気分が優れないと言って帰り、一人残されたサリエリはモーツァルトの残した言葉について考える。ありがとうございます。